ペーディアス・サクゼウス・座像のローマ時代のレプリカ・ペーディアスはアテナイで生まれた古代ギリシアの彫刻家である。ペーディアスはペリクレスと信仰があり、アクロポリス復興を開始した紀元前477年に古問となり、パルテノン神殿の建設にて総監督を務めたとされる。本尊のアテナ・パルテノス立像を制作、また神殿装飾彫刻の制作を指揮した。ただし、 このことは史実に反するとする見解も有力である。総監督を務めたとの記述は、大比列伝で知られる、プルタルコスの著作などに見られるが、当時は、当てない民主制の前世紀で、多くの官職同様に、神殿建築の建造監督官も一年人気で、交代していた。こうした中で総監督として、絶大な権限を持った者がいたか疑問であり、 資料上でも当時の会計を記す碑文に、フェーディアスの名は登場しない。この他に、アクロポリスに建てられた、アテナプロマコス、アテナレムニア、オリンピアのゼウス座像などが傑作として名高い。しかし、今日現存するのは、アテナレムニアのローマ時代のレプリカのみである。フェーディアスの死因については、諸説あり、アテナパルテノスの材料を着服したという理由で、投獄され、 紀元前438年、またはそれ以後アテネで死んだとも、その頃オリンピアへ行き、ゼウス像を制作後十数年して、同地で死んだとも伝えられておりはっきりしていない。ありがとうございます。